皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。2022年中学1年生の英語6月テストの復習の5回目です。日本文の意味を表すように単語を並び替えましょう。これ並び替え問題ですよね。並び替え問題の時は疑問文じゃなければ必ず一番最初は主語、次に動詞が来る、主語動詞、この順番を覚えておくと問題を解くとき楽になります。括弧1、私はよくコーヒーを飲みます。私はよくコーヒーを飲みます。英語を見ると Drink I coffee often、ね、こうなっていますね。 Drink I coffee often、 日本語を見て主語はっていうと私はですから、 I、 じゃあ I で始まるんだ、こうわかります。動詞は飲みますから Drink、 何を飲むの、 Coffee、 だから I drink coffee、 私はコーヒーを飲みます、できちゃった。でも Often、 これが余ってますよね。よく飲むの、よく、こういう意味ですけれど、このよくという意味の Often、 時々の Sometimes、 いつもの Always、 こういう単語ってのは一般動詞の前に置く、これがルールなんですね。ですからこの off は動詞 drink の前に来て、まず主語の I、 次は off drink coffee、 I often drink coffee、 I often drink coffee、このようになります。ここではピリオドが最初から書いてありますけど、もしここにピリオドがない場合は実際のテストで皆さん最後にピリオドをつけてくださいね。2番です。これは私のバッグです。これは私のバッグです。単語が My is bag this、 こうありますよね。主語はって日本語を見てこれはですから this から始まる、こういうことが分かります。じゃあ次はバックですだけどバックとですがくっついちゃってる、動詞なんだろうって、こう分かりづらい時はですね、英単語の方を見ましょう。英単語 mine is back this、 動詞はって言ったらこれ be 動詞がありますから be 動詞が動詞になるんですね。ですから this の次に来る動詞は is、ね、this is で始まる文章で、私のバッグだからその後ろに my bag、 こうつながっていく、こういうことがわかりますね。ですから主語 this、 並んでいる単語の中では this は小文字から始まっていますけれど、文で書くとき文の最初大文字に直しましょう。で this 動詞は is、 my bagThis is my bag、 これが答えですね。3番、彼は1年 C 組ではありません。彼は1年 C 組ではありません。単語を見ると Class 1C is in he not とあります。日本語を見て主語は彼はと分かりますから、最初に来るのは he ということですよね。日本語を見て動詞になるのはどれだろうって分からなかったら英語の方を見ればいいんです、ね、英語で Class 1C is in he の B 動詞 is がありますから、彼はですで is と、でもありませんってあるので否定文なので B 動詞の後ろに not をつけて he is not、 ここまで分かりますね。 he is notじゃあ残っているのは in と class 1c、 彼は1年 C 組の中にはいないよという意味なので in が class 1c の前につくんですね。ですから he 大文字ですね、最初 is なんだ、こうやって消していきましょう。でどれが残っているかなって順番もこの時考えられるようになりますよね。
He is not. In. これ M 全然違いますね。In. で、Class 1 seat.He is not in class 1 seat. He is not in class 1 seat. これで文が完成しました。この並び替えの文章、もう一度言っておくと、まず主語、最初は、次に動詞が来る。これを意識して単語の並び方を考えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。